フィリップ・シドニー、サー・フィリップ・シドニー、サー・フィリップ・シドニー、1554年11月30日1586年10月17日は、エリザベス朝のイングランドの詩人、帝神、軍人、アストロフェルト・ステラ、シノベンゴ、アーケーディアの著者として知られている。フィリップ・シドニーは、ケントのペンス・ハースト、に、サー・ヘンリー・シドニー、 レディ・メアリー・ダドリーの長男として生まれた。母親は、初代ノーサンバーランド・コージョン・ダドリーの娘で、初代レスター・博・ロバート・ダドリーの姉妹だった。フィリップの妹のメアリーは、第2代ペンブルック・博・ヘンリー・ハーバートと、婚し、また兄・フィリップその他の詩人たちのパトロンとして、重要な人物でもあった。フィリップのサンブンドマンス作品、オールド・アーケーリアは、 妹メアリーに検定されたものである。フィリップ・シドニーは、シュルーズベリースクール、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで教育を受けた。よく旅し、よく学んだ。エリザベス一世とアラン・ソン・コアン・ジュー・コフランソワとの結婚に関しては、プロテスタントの立場から反対の意見書を、女王宛に検白し、女王の不況を買った。1572年、大学を出た後の数年間、 ヨーロッパ本土に留まり、ドイツ、イタリア、ポーランド、オーストリアを歴訪した。その間、多くの著名なヨーロッパの知識人及び政治家と知り合った。1575年にイングランドに帰国したシドニーは、後のデボンシャー伯爵夫人、ペネロピ・ブロントである、ペネロピ・デブ・デブルー再会した。ペネロピの父の初代エセックス伯、ウォルター・デ・バルーは、娘、 ペネロピをシドニーに嫁がせるつもりだったと言われるが、ウォルターは1576年に亡くなってしまった。より深刻だったのは、第十七代オックスフォード博、エドワード・ド・ビアーとテニスコートの先着順をめぐり、異かいを起こしたことで、その大元の原因は、おそらくビアーが擁護したフランスとの縁組に、シドニーが反対したからだと思われる。その余波でシドニーは、ビアに決闘を挑んだが、 エリザベス一世は身分をわきまえるように悟して、それを禁した。シドニーはエリザベス一世に、プロテスタント主義の立場から、カトリック国フランスとの縁組の愚かさを綴った、長文の手紙を送った。そのため女王の不況を買い、宮廷で入り差し止めとなったシドニーは、妹、メアリーの突ぎ先ペンブルック博のウィルトニア屋敷に、帰遇して、文筆活動に勤しみ、死や散文。 巻き劇等を書いた。また、出居中にもかかわらず、政治的活動も怠らず、シドニーは、非常に長い文書の中で、父親のアイルランド運営を擁護した。ウィルトン屋敷における、シドニーの芸術への転向は、詩人としてのシドニーの名を後世に残すことになった。宮廷から引退している間に、シドニーは、諸女作、五月祭の歌人、三分ロマンス、オールドアーケエリア、 英語で書かれた最初の詩論、詩の弁を、ソネット詩集、アストロフェルトステラを執筆した。その少し前、シドニーはエドマンド・スペンサーと知り合って、スペンサーは諸女作、羊飼いの暦をシドニーに検定した。他にも、シドニーは英語詩を古典風にすることを目指す詩人たちの集団、アレオパゴス。作り話の可能性もあるの一員となった。妹メアリーとは、 シドニーが始めた詩編の因文への翻訳を、シドニーの死後、メアリーが完成させるほど親密なものだった。シドニーは1581年の中頃には宮廷に戻っていた。同じ年、ペネロピ・デ・バルーは、初代オリック博ロバート・リッチと結婚した。過去に、ウィリアム・セシルの娘アンとの結婚が進められたことがあったが、1571年に破談となり、最終的にアンは、 シドニーのロンテキオックスフォード博、ドゥビアーと結婚した。1583年、シドニーは、フランシス・ウォルシンガムの10代の娘フランセスと結婚した。同年、ナイトクを授けられた。翌1854年、シドニーは、異端とされた、宗教家、ジョルダーノ・ブルーノと知りった。ブルーノは後に2冊の本をシドニーに検定した。シドニーは激しく、 公戦的なプロテスタントだった。家がそうだったのと、個人的な体験。1572年のサンバルテルミの虐殺の時、シドニーはパリのオルシンガムの家にいた両方の理由から出る。1570年代に、シドニーはヨハン・カジミールにカトリック教会とスペインに対してプロテスタントの力を結集する提案を考えるてくれるよう説得した。 1580年代の初めには、失敗に終わったが、スペイン本国への攻撃を訴えた。1585年、オランダのフリシンゲン、帝徳に就任した時、シドニーのプロテスタント闘争の熱意は一気に解き、離れた。オランダでシドニーは総大将で、叔父の初代レスター博、ロバート・ダドリーに決断を迫った。そして1586年7月、シドニーは、アクセル、 近郊のスペイン軍の吸収を指揮し、成功した。続いて、同年のジュトフェンの戦い、では、サージョン・ノリスの軍に加わった。包囲期間中、鎧をつけていない敵の大将に対抗して、鎧を脱いでいたシドニーは桃を撃たれ、破傷風のため二十六日後に亡くなった。伝えられるところでは、戦場で負傷して倒れている間、やはり負傷した兵に、私以上に、 君に必要なものだろうと言って、水筒を譲ったという。この話は、シドニーの高貴なキャラクターを表す時の最も有名な逸話となっている。シドニーの遺体は、ロンドンに戻され、1587年2月16日、セントポール大聖堂に、国葬扱いで埋葬された。すでに生前からそうであったが、さらに死後、シドニーは、多くのイングランドの人々にとって、 定心の勘となった。白色、懸命、だが同時に、寛大、勇敢、直情的。当時の政治家の中でも、文人としてシドニーほど重要な人物はおらず、エドマンド・スペンサーは、イギリスルネサンス最高のレジーの一つ、アストル・フェルの中で、シドニーのことを、イングランド男子の花と称えた。シドニーに関する伝記が友人で学友の初代フレック、グルビルによって表された。 その中では、シドニーの高貴さ、高潔さが称えられている。なお、ライハウス陰謀事件の首謀者アルジャーノン・シドニーは、フィリップ・シドニーの老いの息子である。現代、アストロファル・アンド・オステラ。英語で書かれた有名なソネット連作の最初期のもの。おそらく1580年代初頭に、妹、メアリのウィルトニー屋敷に寄付中に作られたと思われる。ソネットは、 シドニーの没合1591年に初版、明らかに著作権を侵害されているが出るまで、写本として回覧されていた。1598年に正当な版が出された。この作品は、イギリスルネサンス誌の転換点だった。詩集の中でシドニーは、手本としたイタリアの詩人、ペトラルカの特徴を変換して使った。詩から詩への感情の変化。 曖昧な部分もあるが繋がった物語という、付随的な感覚、試作行為それ自体の熟考、など、応印構成の実験も注目に値する。この作品が厳格な応印を要求する、イタリア風ソネットから、英語詞のソネットを解放する貢献をした。詳細はお参照。現代、カウンタス・オブ・ペンブローク、S ・アーガデア。シドニーの最も野心的な作品で、 シドニーのソネットと同じくらい重要なもの。この作品はパストラルな要素とヘレニズム機のヘリオドロスから発した雰囲気を結合させたロマンスである。この作品の中では極めて理想化された羊飼いの生活がジョスト、政治的裏切り、誘拐、戦闘、強姦といったストーリーと常に自然にではないが隣り合っている。16世紀に出版されたこの物語は ギリシア文学を手本にした。物語は、おののの中に組み合わされ、異なる筋が絡み合っている。出版されてから一世紀以上にわたって、大変人気があった。ウィリアム・シェイクスピアは、リア王のグロスター博のサブプロットにこの作品を、借用した。さらに、一部が、ジョン・デイ、や、ジェームズ・シャリーによって戯曲化された。広く伝えられる話によれば、チャールズ一世は、 公習台に上がった時にこの本から数行を引用したという。サミュエル・リチャードソンは最初の本、パミラのヒロインの名前をシドニーのパミラから名付けた。なお、アーケディアには二つの異なるバージョンがある。最初のバージョン、ザ・オールド・アーカディアは妹のメアリー・ヒューバートの家で書かれたもので、わりくどくない、順次的な方法で除述されていた。 後になってシドニーはより野心的な計画にのっとって改訂を始めた。改訂版、ザニューアーカデアの最初の3巻のほとんどは書き上げたが、その詩によって未完に終わった。1590年の最初の3巻の出版で関心が湧き、現存するバージョンは最初のバージョンの素材から肉付けされたものである。1593年、出版。詳細はお参照。 現代、ディフェンスオブポエトリー、または、エイディフェンスオブポエシエ、アンアポロジーフォーポエトリー。1583年以前の作。一般に、元劇作家、スティーブン・ゴッソン、が、少なくとも執筆の動機の一つだったと言われている。ゴッソンは1579年に、スクール・オブ・アビューズ、カンテニング、A ・エプレゼント・インベクティブ・アゲンスト・ポアッツ、パイパース、プライズ、 ジェスターズサッチ・ライク・キャター・ピラース・オブ・ザ・コモンウェルス、お出し、メロドラマや低俗な喜劇熱が、ロンドンの社会生活に無秩序をもたらす基盤となったと、詩や演劇を攻撃した。シドニーはプラトンがやったように、詩を弁明した。この詩論の中でシドニーは、多くの古典詩、イタリア語詩のフィクションの指針を集大成した。シドニーの弁明の趣旨は、 歴史の生々しさと哲学の倫理学的関心を結合させることによって、死は歴史、哲学のどちらか以上に読者に徳を目覚めさせる上で効果的だというものだった。さらにこの本は、エドマンド・スペンサーとエリザベス長演劇についても重要なコメントを提供している。詳細はお参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。